はい、皆さんこんにちは。佐賀敦でございます。もうすぐ3時ですね。2月は3日サタデーでございまして、今日はですね、千代田区11度、この部屋暖房なしで22度です。いい感じでございまして、日が照ってまして、今日はいい天気ですね。やっぱり天気がいいとですね、気分も晴れやかになります。なんかドヨーンとしてるとやっぱり気分もドヨーンとしてくるんですよね。だいたい天気がいいとビールも美味しいですしね、今日はお昼に4缶いただきまして、フラフラしてましたけど、でちょっと治ってきました。1日2回酔っ払います。お昼でビールを3、4缶飲んでですね、酔っ払ってですね、夜はですね、食事とともにビールを飲んで、その後で、焼酎のお湯割りを飲みながらですね、文章を書いて、酔っ払って寝るというのが私の日課でございます。なんともですね、こうダラダラしてますね、ほんまにね。朝は寝たいだけ寝ます。今日は早起きですよ。9時半に起きましたからね。いつもはね、10時半ごろ起きるんですよね。2度寝、3度寝をいたしましてですね、3度寝が終わるのがだいたい10時半ごろなんですね。自分でもその2度寝に入る瞬間ってだいたい7時ごろなんですよ。よう覚えてますね。ああ、なんか起きてあって、おしっこ行こうって。その後2回寝ます。はい、はい、行きましょう。ロイターでございまして、これは昨日の午後6時45分に出た記事でございまして、中国株下落でマージンコール増加と、保有株売却へ懸念強まるという記事でございます。ちょっと読んでいきましょう。ロイターですから、そんな結構長いね、結構長いですね。まあ、途中で飛ばしていきましょう。昨日一回読んだんですけどね。最近見にくいね、このロイターって、ほんまにも。中国株式市場では、1月の株価下落を受けて、マージンコール、括弧追加担保の差し入れ要求が相次いでおり、株価が一段と下がれば、投資家が大量の保有株売却を迫られるのではないか、との懸念が浮上している。中国株式市場の優良株で構成する CSI300 指数は1月に 6.3% 下落し、5年ぶりの安値をつけた。政府が一連の支援策を打ち出したが、景気低迷で投資家心理が悪化していると。株価が下落する中、上場企業の大株主は保有株を担保とした融資でマージンコールに直面している。浙商証券の試算によると、これに伴って売却を迫られるリスクのある株式は総額1836億元、260億ドル相当で、昨年11月末から 26% 増加した。ちょっと待ってね。260億ドルからいきましょうか。260億ドルはですね、3兆8000億ド、億円ぐらいですね。結構な額よ。そうでしょ。また信用取引で株式を購入していた投資家も、株価下落でマージンコールに直面。こうした投資家は1月中旬に、436億元相当の株式の売却を迫られたという。436億元はですね、9000億円ぐらいですね。結構な額ですね。上海の大手証券会社の関係者は、我々は毎日マージンコールを行っている。相場の下落が続いているため、マージンコール、証券担保融資を返済し投資をやめた人もいると。国ちゃうわ、国宝君安でいいかな。証券は、株価が現在の水準からさらに 10% 下落すれば、1000億元近いマージンコール。1000億元と申しますのは2兆円ですね。日本円にしますとおよそ2兆円近いマージンコールが発生すると予想。さらに 20% 下落すれば約3600億元、は7兆円
7兆2000億円ですけど、の株式が売却される可能性があると試算している。こんな業産売却されたらね、ドーッと下がりますよ、はっきり言うて。ね、確かに2015年の中国株バブル崩壊時に比べると、信用取引総額は減少している。そうなんですか。規制当局もシャドーバンキング、影の銀行を通じた不正融資を取り締まっている。投資家は急速にレバレッジの解消を進めており、マージンローン残高は1月に1000億元近く減少し、1年ぶりの低水準となる1兆5500億元。それともすごい額ですね。ピークをつけた15年水準を 30% 下回っている。え、そうなんですか。現在のマージンコール残高は、中国株式市場、時価総額の 2.3%。大したことないやんな。ただ、中国経済は新型コロナウイルス後の景気回復にもたつき、不動産危機の深刻化、地政学的な緊張に見舞われており、レバレッジの解消はすでに脆弱な投資家心理をさらに揺るがしかねない。まあ、以下続きます。はい。まあ、株価が下落するとね、どんどんその足らへんでーつ、まあ、日本でお衣装なんて言い方しますけどもですね、お衣装入れろとかって言われてですね、で、あー、なかったら売れって強制的に売られてしまうんですね。まあ、それがですね、中国でも生じているということで、その規模がですね、2兆から7兆って半端ちゃいますね。半端ちゃいますよね。で、それが売られるとさらに下落するというですね、負のスパイラルに陥ってしまうということなんですけど、ここから回復するには何がいいかと言いますとですね、たくさんのお金でもってですね、誰かが市場に介入するか、もしくはですね、中国経済のファンダメンタル、基礎的条件ですね、要は景気が良くなるということですね。景気が良くなっていけばですね、株価も自然に上がってまいります。ところがどうでしょうか。今の中国でですね、景気が良くなるなんていうことはですね、今のところ全く見えないですね。全く見えないですね。悪くなる一方ではないかと思います。まあですね、まあ要は負債です。バランスシート不況なんていう言い方が昔ございました。バブル後のですね、日本経済でですね、あらゆる企業個人がですね、こう負債の方が大きくなって身動きができなくなって、ちょっとでも負債を減らそうとしてですね、消費を控えるという現象です。そうすると物が売れなくなってですね、不況になるということですね。日本でも見られた現象で、今中国はそれに陥っているようです。物が売れないんでですね、消費者物価は下がるという。世界でですね、今デフレになっているのは中国だけです。でそこから抜け出すのはですね、どうなりねえという話ですね。日本は失われた30年なんて言いましてですね、およそ30年ぐらいの間ですね、ほぼデフレでございましたね。物価は上がらないというのが、我々の常識的な感覚になってました。まあ、ここ2、3年それが上がってですね、えらい目に遭ってるわけですけど、これから中国はそこに行くんちゃうかと言われています。でもその前にですね、株価のですね、大暴落を経験するでしょうね。日本は1989年の12月、のですね、大納会で 38,890 円とかにつけました。そこにまだ帰っていません。あれから何年経ったでしょうかと。今年は35年目になりますね。35年目になって、まだそこまで回復していないわけでございまして。大きなですね、傷ですね、日本経済の。ですね、今の中国はですね、その日本が経験したですね、失われた30年と同じ軌跡をたどってるんちゃうかというふうに言われております。どうなることでしょうか。なんせね、38,800円がですね、7,000円になるわけですね。5分の1以下です。これを大暴落と言わずして何と言うのかということでして、中国もそこまで行く可能性は十分にありますよ。十分にあります。まあまあ見てようじゃないですか。バブルの規模はね、1980年代後半の日本のですね、10倍では効きません。
100倍いってるかいってないかというところではないかと私は思ってるんですよね。あの時の不良債権の総額って200兆円と言われたんですね。でこれが日経円であればですね100倍です。日経円いってるんかな、いってないかなという感じですね。何しろよう分からんです。はい、まあまあ、一つ言えることは、これは人事であるということですね、基本的には。まあ、影響は受けますけどね。はい、ということで、ロイターのこのアドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。